耳で学ぶ鳥ラジオ。はい、本日のテーマは野鳥撮影はいつ行うというテーマでお届けします。野鳥撮影と聞くと日中帯に撮影しているイメージを持たれる方が多いかもしれないですが、野鳥撮影は24時間やろうと思えばいつでも行えます。あれ、日が昇ってる間しか撮影できないんじゃないのというふうに思われる方もいるかもしれないですが、実際には日が出てる間だけではなくて、やろうと思えば夜間にも野鳥撮影を行うことができます。ただ夜間に野鳥撮影を行う場合は専用の機材が必要だったりするので、あんまり夜間に野鳥撮影を行っている人は多くはないと思います。で、今回の動画ではそういうふうに夜間に野鳥撮影を行うのはさすがに厳しいと思うので、いわゆる一般的に野鳥撮影が行いそうな時間の中からこういうふうに野鳥撮影していってはいいんではなかろうかといったところに関して焦点を当てていこうかなと思います。まずトリピケの話をしていくと、トリピケはいつ野鳥撮影を行っているかというと早朝が多いです。具体的に言うと朝の5時とか6時から撮影を開始して8時くらいまで野鳥撮影を行っていることが多いですかね。まあ、この時間に野鳥撮影をしている理由としては野鳥が活動的なのと、あとは夏場だと気温が低い、朝の方が気温が低い、あとは、まあ、トリピケの生活に関わることなんですけど、朝一だと他の予定に振り回されずに確実に野鳥撮影を行えるので、この朝の時間帯っていうのを選んでいます。で、その早朝に野鳥撮影を行う場合は日の出の時間を気にする必要があります。まあ、太陽の光がないと野鳥撮影が行えないわけですから、太陽の日の光がいつ出てくるかというところを意識して野鳥撮影の準備の方を行っています。夏だと朝の5時ぐらいが日の出なので、まあ5時に野鳥撮影場所に到着するように朝の4時半とかに起きて、でそれで外に出て歩いて撮影場所には5時とか5時少し過ぎぐらいに着くようにしていますね。ただこの朝の5時だと日の出の時間になっていたとしても薄暗いんですよね。なので5時に撮影開始をぴったりしようとすると少し光量が不足しているような状態になってしまいます。トリピケの場合野鳥の動画を撮っていることが多いので動画を見ると結構暗い状態で野鳥が撮れてしまっています。なのでこの辺の朝の5時の場合はとりあえず野鳥が撮れてればいいなっていうぐらいの気持ちで動画の方を撮っています。それから時間が経過するたびに太陽の日の光が徐々に浸透していって明るい動画が徐々に撮れていく、そういうイメージになります。でも6時ぐらいになると結構明るくて、まあ、普通に野鳥の動画が撮れるようになっています。で7時半ぐらいまで精力的に野鳥撮影を行って、8時ぐらいになるともう足も疲れてきているのでそろそろ帰ろうかなというふうになりますね。でこの朝の時間は野鳥が活発的で野鳥も日の出とともに住処から飛び立って、で日中帯いるスポットに移動の方を行います。で移動した先で朝食、野鳥も朝の食事をするので結構活発的に魚を食べたりとか木の実を食べたりとか虫を食べたりとか精力的に動いています。なのでトリピケが野鳥撮影のメインの時間帯を朝に添えているのはこういうふうに野鳥が結構活発に動くから朝にしているというところになります。で、まあ、8時から9時、まあ、8時以降になるとだんだん人も増えてきて人の話し声とかも野鳥動画に乗ってきてしまうので、8時以降にあまりトリピケが好んで撮影しないのは人の声が聞こえるからっていうところもあります。で、トリピケ8時以降は一切撮影しないのかってやるとそうでもなくて、まあ、日によっては
8時以降も撮影を継続して、なるべく人の声が届かないところに行って野鳥撮影を継続していたりしますね。例えば、そもそも大きな音を拾ってしまう、川岸で野鳥動画を撮影すると川の流れる音っていうのがそもそも大きい音で入ってしまうので、そういったところで大きな音が入ってしまうようなスポットに移動して、人の声があまり気にならないようなところで野鳥を撮影するようにしていますね。で、暑くなってくると野鳥の活動量とかも減ってきて、真夏だともう暑くなってくると野鳥自体も太陽の日の光を浴びるところにいなくなってしまって日陰とかに移動してしまうので、早朝と比べると、9時以降からお昼にかけては野鳥の活動量が徐々に減ってきますね。といっても撮影場所によっては野鳥がたくさんいる地域っていうのは結構ありますから、早朝に比べると少ないんですけど、全然野鳥は撮ることはできるかなと思います。これでお昼がだんだん過ぎていって夕方になってくると野鳥もまた少し活発になってくるんですよね。住処に帰る前にまた食事をして餌を食べた状態で住処に戻ったりするので、活動量が多くなった野鳥を撮るという感じになります。夕方になると日の光が少し色が変わってきてオレンジ色になってくるんですよね。そうなると野鳥の映り具合が日中帯の光加減とは異なって少し哀愁を帯びた映り具合になってくるので、その夕焼けと野鳥の組み合わせで少し違った雰囲気で野鳥を撮ることができます。そういう風にある時間帯でしか撮れない野鳥写真であったりとか野鳥動画を撮ってみたりもいいかもしれませんね。でもその後は18時、19時とか夜が深まるにつれて夕焼けから徐々に薄暗くなってきて光量が不足してきます。なので基本的には野鳥撮影が行えるのは夕方までで、夜に関しては普通の野鳥撮影用のカメラだと撮影が厳しくなってきます。夜の野鳥撮影を前提とした準備があれば夜も野鳥撮影は行うことはできます。ということで、朝から昼夕方にかけてどのように野鳥撮影の環境が変わっていくのかっていうのを一緒に考えてきたわけですが、やはり一番いいのは早朝かなというふうに思います。朝起きて外に出てしまえば野鳥撮影が確実に行うことができるので、ぜひ野鳥撮影を日常的な趣味にしたい人は早朝行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日は野鳥撮影はいつ行うのということでお届けしてきました。基本的にはトリピケとしては野鳥撮影は早朝を行う方が撮れ高が上がるので早朝に行うことをお勧めしたいんですが、環境によっては早朝じゃなくてお昼とか夕方の方がいいという環境もあるので、実際にはその撮影スポットにおいて早朝、お昼、夕方それぞれ何度か行ってみて、その撮影スポットに適した野鳥撮影の時間帯を確かめてみた方がいいです。なかなかいろんな野鳥撮影の情報が溢れていても、その各野鳥撮影のスポットに適した時間帯までは情報出てこないと思うので、そこは自分の足で実際に野鳥撮影を何度か行ってみて、その撮影スポットに適した時間帯っていうのを導き出していくしかないかなと思います。はい、ということで本日の鳥ラジオについては締めたいと思います。この鳥ラジオでは野鳥観察、野鳥撮影に関する細かい事柄を深掘りしてラジオ形式でお届けします。もしこの鳥ラジオで取り上げてほしい事柄がありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。はい、では本日の鳥ラジオは以上にしたいと思います。バイバーイ。